ゾーン多面体とは、三次元の突多面体において、向かい合った変動子が全て平行になっている偶数、多角形のみで構成されている立体である。平行な辺を共有する、隣り合う面をたどっていくと立体を一周する帯が、見て取れることが、この名前の由来である。国セターは、ゾーン多面体の理論は、ロシアの偉大な結晶学者フェドロフによると述べている。 主なものでは、正多面体からは、半正多面体からは、が挙げられる。その他、や、各種量形多面体も増温多面体である。渡辺康成と、別宮俊明は、正多面体や、半正多面体、あるいはそれらの複合多面体をもとに、重心から頂点への基本ベクトルを用いて、16次元立方体の3次元、東映図形までの各種増温多面体を構成した。 平行多面体とは、ゾーン多面体の内単独で平行移動のみによる空間重点が可能な立体のことであり、以下の5種類しかないことを、ロシアの結晶学者、ES ・フェドロフが1885年に証明した。平行多面体5種による空間重点1933年に、ロシアの数学者ドロネーは、より簡単なアプローチでこれを証明した。コクセタは、 H.S. ホワイトの投影図法に基づいて、一つの交点に交わる直線は三本に以下で、一本の直線上の交点の数は三以下という条件を導き、フェドロフの五種類に証明を与えた。黄金量計ゾーン多面体五種による、非周期的空間重点表面に、対角線比が黄金比の筆型のみを持つ、当面量計多面体は次の五種類であり、国セターはこれを、 黄金等両像多面体と呼んだ。以上の5種類のし形多面体のみで空間を非周期的に充填することができる。その二次元投影図はペンローズタイルと呼ばれ3種類がある。対角線比が第二黄金比1、2.618のし形と白銀比1、1.414のし形の2種類を持つ菱形多面体には面の数が6、12、20。 三十、四十二、五十六、七十二、九十のものがあり、それぞれは三次元から十次元までの立方体の三次元、投影図形の外角となっている。国セタは、任意の偶数昇格柱あるいは奇数性、半角柱の重心と天面の拡張点、重心と底面の拡張点を結ぶベクトルの組を両極として、両形面のみから構成されるゾーン多面体を、 ポーラーゾーンタミン体と呼んだ。角柱の点地面を正 N 角形とすると、一つの極の周りを N 枚の等しいひし形のセットが取り巻き、次に別の N 枚のひし形のセットが取り巻くというようにして、合計 N-1 セットのひし形の側面が反対の極に至るまで埋めることになる。この族のホワイト国生体ダイアグラムは N 角形の各辺を両方に延長した直線による、 星型を示す。このポーラーゾーン多面体の場合の極を 2n 角形面に置き換えると、角柱の側面を2枚の 2m 角形と複数の、し形で取り囲んだプリズムゾーン多面体とでも呼ぶべき一連のゾーン多面体の属となる。両形面の枚数は、側面の 2m 角形が天地面の 2n 角形と、頂点を共有する場合は 2mn 枚。 側面の2メートル角形が天地面の 2n 角形と辺を共有する場合は2枚である。ホワイトコクセターダイアグラムは、前者は M 本の奥義と N 本の奥義による交差を、後者は M 本の奥義と N 本の奥義が1本の直線を共有する交差を示す。三次元空間のゾーン多面体は、高次元の立方体を三次元空間に投影して、得られる図形のうちの特定のものの外角と一致する。 このことを最初に論じたのは、国セターの聖多方体である。その中で彼は、1934年に、敷物賞、ドンちゃんが発表した四次元多方体の三次元、東映模型から着想を得たことを、模型の写真と共に紹介している。また、国セターは、ゾーン多面体のゾーンの数を数えるための実用的な、方法は、任意の頂点から、 反対側の頂点へ移動するために必要な最小の変数を数えることであることを示した。ホワイトとコクセターのダイアグラムではゾーンを直線で表し、P 本の直線が交わる交点は 2P 角形面を示す。9本の線分及び半直線で仕切られる領域は9下の頂点を表す。そのサイドを1直線上にある2つの半直線は1つの線分とどうかとみなす。 以下の表には、6時までのすべてのゾーン多面体の類型を示し、7時以降は代表的なもののみを示した。ありがとうございます。